正幸様。忙しい忙しい。良い武器は良い鉄、良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。異常ありません。釣り日和じゃ。
我が策で敵を翻弄せよ。さてさて、出番出番。ここまではたやすい。
出番だ。お
正幸様。いかがした？
晴らしい。良い武器は良い品が入っております。勝頼様、大丈夫かな。
またジョーカーに遊びに来てくださるだろうか。雪村様、お気持ちのこもった薬をお届けすれば、勝頼様もきっと元気。
おお。やった！見つけたぞ！雪村様、素晴らしいお働きです。若も勝頼様も。すまない、正幸。このような時に当主が躑躅ヶ崎館を離れるなど言語道断だな。このような時であればこそ勝頼様は私をお尋ねになる。お見通しです。そうか、そうだったな。まったく、お前は武田の当主など私に務まると思うか。他の誰に務まりましょう。こんな有様の私を見てもそう思うのか。人が死んで悲しいのは当たり前だ。勝頼様が私に教えてくださったことです。今はただ悲しまれるのがよい。そして明日よりは信玄公のお志を継ぎ我らをお導きください。できるだろうか。私に我らがお支えします。私が必ずそばで力を尽くします。そうか、そうだな。私が武田を、父上が残したものを守っていかなくては。必ずこの身に変えても。勝頼様、
正幸様。豊作豊作。いかがした？商品が入ってますぜ。できましたぜ。また来てください。嬉しい。私も。ナイキも他の者も皆暗い顔でため息ばかりです。雪村、お家は今大変なのだ。はい、つまらないことを言って。お前たちが気にすることではない。いつも通り鍛錬に励みなさい。父上。はい。そうだ、私が支えてみせねば。武田も勝頼様も。武田信玄の死から数ヶ月後、織田信長は浅井長政のこもる小谷城を落とした。信長の妹にして長政の妻であるお市は、長政に幼い娘を託され城を落ち延びた。お市様、こちらへ。危のうございますぞ。ささ、お早く。
第4章奈落。武田信玄死す。その知らせは戦国の世を大きく揺るがした。信玄の後を継いだ勝頼は破竹の勢いで戦力を拡大する信長との決戦に向け慌ただしく準備を進める。信玄が残した思いと武田家当主としての重責は勝頼の在り方に大きな影響を及ぼす。変わりゆく友の姿を正幸は複雑な思いで見つめていた。どうした？
正幸様。釣り日和じゃ。正幸様、あら、出陣するか。すでに勝ちは見えておる。雪村もお役に立ってみせます。探索を始めるとするか。すでにか。お仕事お仕事。探索を始めるとする。
られやすいものだ。